エドワード・ローゼー・ミラーは、米国長老協会の宣教師である。ミロルとも表記され、日本語では、ビロセー・ミラーは、スコットランド系のアメリカ人で、ペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれた。1856年、父親は、鉄道工事の関係で、ミズーリ州に転勤になり、家族は、フィラデルフィアの都会から、カンザスシティ郊外の辺境の地に転居した。 ミラーは、家はこの地ハイグローブ長老教会に出席したが、ミラーは17歳になった時には、この教会で、献身礼を行った。この頃ミラーは、母親の影響の下で、将来教職者になることを決意して、上級学校への準備を始めた。ミラーの弟ウィリアムと一緒に、セントルイスにあるワシントン大学に入学して、ラテン語、ギリシャ語の処方を学び始めた。 1863年の秋、南北戦争の戦火から逃れるために、ワシントン大学を中退して、フィラデルフィアに戻り、少年から青年に至るまで、8年間を過ごした。ミラーは、プリンストン大学に入学するために、1年間予備校に、通い、1864年9月に編入試験を受けて、第二学年に編入した。その同級生に、OM グリーンがいた。 1867年に、ミラーとグリーンは、プリンストン大学を卒業して、プリンストン神学校に入学した。その後、ウィリアム・インブリーも入学してきた。こうして、ミラー、グリーン、インブリーの3人は、教職者になるために、進学の基礎、専門科目を履修する。当時の、プリンストン大学には、チャールズ・ホッジがいた。1870年6月6日に、 ニューヨーク長老会の暗レイを受けて、母校のプリンストン大学から修士の学位を受けた。1872年初めに、米国長老協会海外伝道局から日本派遣宣教師の募集があり、これに応じて合格して、1872年6月海外伝道局から、正式に日本派遣宣教師に任命された。 サンフランシスコからジャパン号に乗って、米国派遣長老協会派遣の7番目の宣教師として横浜に着いた。当時日本にはヘボン、タムソン、カロザース、ルーミスがいた。ルーミスだけが横浜に迎えに来た。ミラーは横浜のヘボン邸で行われていた私塾で英語を教えていたオランダ改革派の宣教師メアリー・キダーに出会った。 1873年に結婚した妻、メアリー・キダー1873年7月10日、長老派の海外伝道局の SR ブラウンの指式により、オランダ改革派協会婦人選教師のメアリー・キダーと横浜の友人宅で結婚式を挙げる。二人は山手234番 A の西洋住宅を購入する。所属団体の異なる 宣教師との結婚により、所属問題起こり、最終的に妻の女子教育事業に全面的に協力するために、10月1日に、米国長老ミッションを辞任して、時給宣教師になる。1875年6月に校舎と寄宿舎が完成し、学校はフェリスセミナリーと命名され、14名の生徒をもって、開校式を迎えた。夫妻は自宅から、 学校に転居した。これをきっかけにミラーは7月に、夫人の所属団体のアメリカオランダ改革派協会に転籍した。そして、フェリスセミナリー、ブラウン塾で聖書を講義し、ユニオンチャーチでも説教をするようになる。1879年5月、メアリー夫人の来日10周年の休暇に合わせて、ミラーはアメリカに、夫婦で帰国した。ミラー夫妻は、 フィラデルフィア郊外のミラーの妹宅を拠点に、全米各地を訪ね1年半をアメリカで過ごし、1881年4月に横浜港に帰着した。2年ぶりに戻ると、フェリスセミナリーが普通の学校に変貌したことに、メアリーはショックを受けた。一時は、先、志学校に校舎を譲ることを真剣に考えた。そこで、 友人ーーブース夫妻を招聘し、ブースに工事を託して、フェリスセミナリーの経営から離れた。1881年7月ミッション選挙拠点の東京ステーションに戻り、築地居留地20番のスコットランド一致長老協会選挙士官に転居した。ミラーは東京一致新学校の教授に就任する。ミラー夫妻は1882年に、 築地居留地29番に壮大な洋館を建てて、伝道活動を行うことになった1883年4月16日の第2回宣教師大会で、メアリーは文化会で女性と教育と題する講演を行った。1884年にミラーが東京一致新学校の教授を辞任して、直接伝道に多くの時間を割くようになった。 1884年初めには、上州高崎を訪問し、11月には、高知を訪問して1ヶ月半滞在した。1885年、ミラー夫妻が高知を訪問した時に、高知協会が誕生した。ミラーが、初代仮牧師に選ばれ、2ヶ月高知に泊まった1886年1月には3度目に、高知を訪問し、長老。 片岡賢吉の紹介で民家に4月半ばまで来、いました。米国南長老協会のグリナント RE マカルピンに工事を託して、高知電動に区切りをつけた。その後仙台に行き、押川正義の電動を応援した。1886年4月に、東京一致新学校、東京一致英和学校、英和予備校の3校が、合同選挙支援委員会で決定され、 明治学院として開校したその時、ミラーが再び進学部講師になった。1887年にミラーは肺炎かかり、回復後に主治医の勧めで北海道に約2ヶ月間出かけた。スミス女学校の開校式出席した。その場には、新島城、80夫妻も出席していた。 仙台の押川正義が訪ねてきて、東北の拠点である森岡に伝道を要請した。メアリー夫人は反対したが、押川が三浦徹を説得して、ミラー夫妻と三浦一家が森岡へ赴任することになった。1888年6月から、ミラー夫妻は森岡に着任する。メアリーは、喜びの音、小崎音の雑誌発行を続けながら、 夫のバイブルクラス、英語クラスを手伝った。翌年、1889年7月には35人の、信徒と集会を持つようになった。1892年5月、ミラー夫妻は2度目の休暇でアメリカに帰国した。1893年12月に、森岡に戻り、牧師館、宣教師館の建設に取り掛かり、1894年2月に、完成した。 1900年、メアリー夫人が乳がんの治療をする。その後、療養のために1902年に東京に戻る。1904年に夫婦で3度目の帰国をする。1906年に日本に戻ると、日本永住のために麹町区平川町に洋館建てて住むことになった。1909年、選挙開始50年記念会が、 外国選挙団と日本人協会の協会で開かれた。ミラー夫妻は記念会の実行委員長として奉仕した。1910年6月25日にメアリーは平川町の自宅で76歳で亡くなる。メアリーの死後、ミラーは明治学院の理事を続けるが、再び地方伝道を携わる。1912年、イブカカジノスケタクで、 ミラーの来日40周年記念祝賀会が行われる。1914年春、ミラーは4回目の休暇でアメリカに帰国する。在米中にホープ大学より進学博士が贈呈された。日本に帰る準備をしていたが、1914年8月7日、ニューヨーク州ロングアイランドの老いの家で心臓発作で死去し、ウェストフィラデルフィアの墓地に埋葬された。 死後、遺言により、東京 YMCA、日本 IMCA、日本キリスト教会伝道局、三浦徹の家族へ、総額10万ドルが寄付された。ありがとうございます。